多くなりました。はい。ミスター足元、ビジェロヨラは、ほっこりプロレスで、よくタッグを組んでた仲です。ああ、そうですね。それが今、向かい合う。これはギジェに行くと見せかけて、マカベを襲撃。なるほど。はい、2回負けてるんですよ、マカベにね、シングルで。ああ、そうですね、過去ね、はい。そう。だから悔しいんでしょうね。なるほど、なるほど。はい、まあ、マカベも油断してましたね、完全に。そうですね、完全にね。はい。で、そのタッグを組んでた2人が今は敵となって戦います。そうですね。はい。プロレスではね、結構ありがちですからね、そうですね。うん、あ、でも、もっと来いと。熱くなってますね、ミスタージも。ですね。はい。こういうのは熱くなりますよ、男は。はい。あ、そうでもない。そうでもなかった。そうでもなかった。すぐタッチ。そうですね。はい。ギジェがミスティコを相手に攻めます。はい。神の子ミスティコですよ。ですよね。はい。ミクさん。はい。ミクさんじゃねえや。大森さん。はい。はい。なんかありますか、ミスティコに。特にないですね。はい。これは、この、なんでしょうね、ルチャっぽい。そうですよね。アームホイップの、このね、華麗なアームホイップ合戦みたいな、ね。そうそうそうね。結局ね、投げてるだけなんですけどね。ただ、ただ、あ、そうなんだ。言いますね。大森さん。これもね、はい、投げてるだけですからね。そうですね、はい。あんまダメージはそんなない。そう。はい。まあ、ルチャっぽくてね、いいんじゃないですか。まあね、プロレスらしい、ね。出ました、山亀が。お、来ましたね。そしてこれは、お、ダブルのブレンバスター。来た。金プロで、ね、猛威を振るった。ああ、ね、そうですよね。はい。レアでね。そうそうそう。おぉ、パワースラム。パワースラムも出ましたね。後ろからね、ミスター足も出ましたんですよ。お、これこれはミスター足ものターン来た来た反撃が始まる始まんないすぐ終わっちゃいました。あらららららら、ね。ちょっと期待した僕がバカでしたね。そうですね。ミスター足もこんなもんです。こんなもんですね。はい。コモンですよ、ミスター足も。なるほど。ミスター足もをコーナーへ。はい。出ますね。あ、来ますね、これ。エンカウントマッチ。おい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 はっはーっていうね。いつも。そうですね。いつものやつです。はい。まあ、これやっときゃね。そうです。マガメっぽさも出ると。ごめんなさいからの、急所、ローブローから。から来ましたね。下取りラー狙い。ただ、後ろが見えてなかったですね。そうです。ああギジェが特有型のジャーマンを投げ捨てましたね。ちょうどいい場所、ちょうどいい場所。そうですね。これはマカベのピンクのニードロップ。ああ、聞いた。ミスティコはまだダウンしてる場外で。やばいですね。そういう手になってます。そうですね。カットは間に合わない。ああ、ダウンしてた手なのでね。これ3本勝負ですから。あ、まだ続きますよ。なるほど。ここで終わりじゃない。無駄に長い。無駄に長い。わ、これはね、最強ハイキックが出ました。はい、それでも倒れないので、新最強ハイキックです。ああ、なるほど。あと、金プロでね。誰でも使って強いカードとか。ありましたね。ちょっとぶっ込んでみました。なるほど、なるほど。もう終わっちゃいますけどね。わあ、こらミスチコが、はい。スワンダイブ式の何かですかね。そうですね。やっぱりね、はい、このルーちゃんの華麗な、おのヘッドシザース。すごい。そうですね。やっぱこういうのはね、見せてくれますね。はい、まあ。ルーちゃんの選手は一人いるだけで、こう、華やかになりますね。ですね。これは決めるアピールしてますよ。これはラ、ミスティカ狙ってんじゃないですか。しますね。おギジェが2ドロップ、2ドロップじゃないな。そうですね、うまいよ。膝で返した。おそして、と月回転式の腕ひしぎ。いいですね。ただミスターシモがね、すぐ間に合ったんだけど、蹴りが外れた。なるほど。これはね、私じゃないです。コンピューターが悪いですよ。あ、こっちの話なんですけどね。はい。はい、おロープダッシュしたところ、カウンターのラ、ミスティカ。これだ。これです。これです。神のこの妙技です。そう、ただの脇固め。ほらくるくる回って脇固め。そうですか。これで一勝一敗の五分です。そうですね。はい。最後ですよ、これが。はい。真壁の意外と綺麗なノーザンライトスープ。そうなんですよね。はい。まあ、これ来たけどね。ゲームなんでね。ファイプロみたいになっちゃいましたけどね。はい。おこれははい。これ飛ぶんじゃないですか。そうですね。二人同時にこれ、行くんじゃないですか。いいですね。プロレスっぽいですよ。はい、これなんか狙ってます。オペ狙ってますよ。狙ってますね。立った。ギジェが立ったけど、それを飛び越えて、うん、飛び込むヒーロー。ね。金プロではね、あの、クソトリプルレアでしたけど。ああ。価値のないトリプルレアでしたけど。ね、飛び込むヒーロー、ね。実際のプロレスではね、このようにね。そうですよ。岩田です。そしてこれは、そうですね。よくタッグを組む二人が熱くなってますよ。ねえ、誰も感情移入できませんけどね。そうそう。マカベとね、ミスティコ見せてくれってないし、いや、こら噛みついた久しぶりが。わあ
ただまあね、1本目を真壁が取って、2本目をミスティコが取ってますから、そうですね。プロレスの暗黙のルールで、そうですね、この2人。3本目はこの2人で決まるんじゃないのっていうね。ですね。そういうあれです、大人のね。これは、狙ってます。あ、違う、シモドリラじゃないですね。本当だ、なんだこれは、ミスターシモリュー、ラーミスティカ。あ、ただのぐるぐる回っての脇固めです。そうですね。まあでも実際ね、はい、同じですよ。ほら効き目は。言うんじゃない。そういうこと言うんじゃない。あ、お、スピアオブジャスティス。ジャスティス出た。DDT。この技の後は、発動率上がりますから。そうですね。キングプロで言うとね、はい。そうですよ。懐かしいな。決めに行くんじゃないですか。お、これは、お、共演です、共演。共演来ましたね。二人ともこれはまさか。お、同時にスパイダージャマ。わー、決まった。ちょうどいい場所。そして、同時にキングコングニードロップ。これはすごい。そうですね。ギジェロヨラは、はい、真壁闘技プレゼンツの金プロの大会で優勝して、あ、なるほど。真壁とスイーツ食いに行ってますから。そういうあれがあったんですね。そうです。心が繋がってる。そしてカウント3。あー、決まった。はい。これは綺麗に決まりましたね。はい。ギジェ真壁組の勝利です。はい。ありがとうございます。